はい、今回ですね、このね、マキタのね、電動の草刈り機をね、買ってみました。はい、今回はですね、このね、充電式の草刈り機をね、買ってみました。ちょっとこれね、開けてみたいと思います。こっちもね、で今回ね、これ2台ね、買ってみました。でちょっと1台をね、開封していきたいと思います。でこれ充電器ですね。でこれ 18V のやつをね、2つ同時にできるっていうやつ、充電器ですね。であとはまあ多分これ保護メガネとかね、そういう工具系だと思うんですけどね、付属品ですね。このメガネと、あとこの肩掛けですね、肩掛けのベルト、それとハンドル、あとこれが刃のところにつけるね、カバーですね。あとまあこれの刃の保護のやつと、あとこういう草刈り機の刃をね、変えるための道具ですね、工具。あとは、これハンドルのあれですね、とこに取り付けるための金具ですね、これをね。であとこれ説明書と、であとはこれ刃ですね、255って書いてあったので、255mm のね、チップソーですね、チップソー、はい、これがついてましたね。はい、であとハンドルの片方がね、このアクセルがついてるので、こっち側にね、ついているんですけど、はい、こんな感じですね。さ、先端がこういう形でね、はい、刃をつけていくような形なんですけれども、ヘッドがこんな形ですね。もう初めからこの角度がついてるような形でね、はい、はい、で、あとでハンドルをね、ここに固定していくんですけれども、あとバッテリーをね、ここにね、こうくっつけていくようなね、感じですね。で、18V のバッテリーを2個で、36V になるっていうね、形ですね。はい、なのでね、とりあえずこう、なのでとりあえずこれね、開封してみましたけど、まずバッテリーをね、充電しなければならないっていうことで、充電しながらですね、でその間にね、ちょっとこういうのを組み立てていけたらなと思います。まあ、組み立てるしても、これハンドルつけるだけですけどね、このハンドルもここの真ん中のところにこう溝があるので、簡単にね、つけやすいっていうね。なんでこれあれですね、アクセルですので、こっちのね、右手側ですね。でこっちのハンドルもね、ここにこう合わさるようになって、ここにこう突起が、突起っていうんですかね、この
出っ張りがあるので、ここにこう合わせるようになってます。でこう抜けないようなね形ですね、はい、そしてこのね部材で押さえていくような形で、ここに六角がついてますので、この六角を回すために六角を回すためにここにね六角のレンチがねついてます。でこの T のねこのシルバーのやつは刃を変えるためのね工具ですので、つけていきたいと思いますけども、ちょっとねここ狭いので少し広いところに行ってね組み立てていこうと思います。はい、ね、またちょっと充電しながらねこれを見て組み立てていこうと思いますけど、はい、まずねこの説明書が結構厚くねついてますのでね、はい、これ見ながら取り付けの方していこうかと思います、ね、まずは組み立てしてからですね、組み立てしてから組み立ての仕方がいろいろ書いてますね。ここの飛散保護カバーね、まず飛散保護カバーこれですね、はい、これを刃のところにつけたりとかね、であとハンドル、先ほどのハンドルですね、ハンドルをつけたり、ハンドルもこういうループハンドルもあったりとかねしますけど、今回買ったのは普通のハンドルですね、 U 型のハンドルですね、はい、まあ一応説明が書いてあります。であと最後にね刃を取り付けるような形ですかね、はい、であとは刃がついたらこういう使い方の説明ですね、そんなのが書いてありますので、またこれもちょっとね説明書見ながらね組み立ての方やっていきたいと思います。